東口13駅は、大阪府大阪市淀川区13東2丁目にある、阪急電鉄の駅。駅番号は、HK-03。神戸本線、宝塚本線、京都本線の3本線が集結し、この内京都本線は当駅を起点とする。営業列車の一部を除くほとんどの列車が停車し、大阪梅田駅と並んで、阪急電鉄の主要な3つの路線が集う。 結節点となっている。13という地名の由来は諸説あり、主に以下のようなものがある。ホーム。手前が神戸本線、奥でカーブしているのが宝塚本線、京都本線4面6線のホームを有する地上駅で、うち2面は島式ホームとなっている。路線網のイメージから宝塚本線がまっすぐで、神戸本線と京都本線がカーブしている、潜入感を受けるが、 実際は2番目に開通した神戸本線が1、直線で最後に乗り入れてきた京都本線のホームが1番曲線がきつい。大阪梅田よりに当駅で接続する各線の渡り線があるため停留所ではない。神戸本線の大阪梅田方面から宝塚本線の宝塚、美濃方面へ宝塚本線大阪梅田方面から京都本線京都河原町、嵐山。 北千里方面へはそれぞれ対面の理解が可能である。各ホームは南寄りの地下通路と北寄りの湖泉橋により連絡している。改札口は東西双方に設けられている。1976年までは6号線の対面に切り欠き機式の7号線が存在し、基本的に京都本線の京都河原町駅発着の普通列車が当駅で折り返していた。 これは、1973年11月22日まで、梅田駅の京都本線用のホームが2線しかなく、その上、梅田駅発着の普通列車の大部分は、千里線北線利駅始発、終着であったためである。同年11月23日のダイヤ改正で、梅田駅1号線が完成し、河原町駅発着の普通も、基本的に、 梅田駅発着に延長されてからは、7号線、発着列車は、学生帰宅向けに、土曜の昼間時や平日夕方前に運転されていた、不定期の普通や、ごく少数設定されていた、同駅発着の定期普通程度となり、使用頻度が激減した。その後百七十六年九月十三日の、ダイヤ改正で、わずかに残存していた、駅始発、 終着の普通列車は廃止され、施設は撤去された。後にそのスペースを利用して、4.5号線ホームと6号線ホームの拡張が行われた。6号線ホームの中央付近には使用されなくなった自動券売機用のブースが残されている。さらに、かつては、神戸本線、宝塚本線の河川電圧が、直流 600V、京都本線の河川電圧が、 直流 1500V と異なることから、デッドセクションが設けてあったが、河川電圧の 1500V への統一に伴い撤去、されている。1959年の梅田駅13駅間3、伏線化当初は、宝塚本線の一部列車が、京都本線の線路を使用して、梅田駅まで運行されていた。そのため、当駅の宝塚、京都側及び梅田側の両方に、 宝塚本線から京都本線の線路に入線することが可能な渡り線が存在した。宝塚、京都側の渡り線は早期に撤去されたが、梅田側の渡り線は1970年代、初めまで残っていた。1967年には初の校内営業の飲食店として、阪急そばが2号線、3号線ホームに出店した。また、同じく2号線、 3号線ホームにあるアズナスも1995年に日本で初めて駅改札内に設置されたコンビニエンスストアである。かつてはマクドナルドも校内に出店していた時期があるが、後に駅前に移転しており、代わりにフレッツカフェが入居している。通勤時間帯は乗り換え客で混雑することから、阪急では初となるホームドアの設置が検討され、 2018年9月に宝塚本線の3号線で使用を開始した。ホームドアは2019年2月に4号線、2019年3月には5号線でも使用を開始している。ホームドア使用開始に伴い平日ラッシュ時には1号線と6号線を除き駅係員による立場が常駐している。引き込み線で折り返す回送列車と宝塚線列車。 神戸本線と宝塚本線の間には引き込み線がある。現在は新方線の車両が小弱工場で検査のため入り出場をする際や季節限定で運行されている嵐山駅始発終着の直通特急がこれを利用して点線を行っている。この引き込み線の歴史は古く日本万国博覧会の開催期間中に神戸本線から京都本線 千里線に乗り入れるエキスポ準急が頻繁に利用していたほか、ミステリー列車の折り返し、回送列車の留置などで使用されていた。エキスポ準急の運転終了後は嵐山線。直通臨時列車が設定される2008年11月17日までの、実に約38年間にわたり、神戸本線と京都本線を直通する営業列車は、運転されていなかった。 引き込み線の先にある道路と、淀川通を拡幅するため、一時引き込み線への渡り線が撤去され、神戸本線の車両は、中津駅南側に、神戸本線、宝塚本線間に、暫定的に設けられた渡り線で、宝塚線に渡り、梅田駅の六号線で折り返した上で、東駅ホーム南側に設けられた宝塚、京都本線間の渡り線で、京都本線へと入線していた。 また、宝塚本線の車両も、一旦、梅田駅で折り返した上で、京都本線へ入線していた。道路工事完了後の2009年4月に、引き込み線への渡り線が再度付設され、同年9月に引き込み線の使用が再開された。それに伴い新設された宝塚、京都本線間の渡り線は撤去され、神戸、宝塚本線の車両の京都本線への入線は、 東駅南の引き込み線を使用する以前の形態に戻された。なお、前述の中津駅南側に付設された渡り線も撤去された。2019年度のある特定日における1日の上高人員は73,574人である。阪急の駅では、大阪梅田駅、神戸三宮駅、西宮北口駅、唐須間駅、京都河原町駅に次ぐ第6位である。 2019年時の1日平均乗降人員は68,706人である。路線別1日乗降人員は以下の通りである。路線別1日乗り換え人員は以下の通りであり、乗り換え人員は137,601人である。各年度の1日乗降、乗車人員数は下表の通りである。いずれも、各線間の乗り換え人員は含まない。 一日平均乗降乗車人員は、下表の通りである。数多くの商店が立ち並ぶ、繁華街で、その周辺には、住宅地も広がる。かつては、東京新宿の歌舞伎町や、北海道札幌のすすきのと並ぶ、日本有数の風俗街として知られた。駅西側の国道七十六号、十三筋及び、新北の交差点周辺に、十三停留所と、 13、北停留所が、駅東側の淀川通に、13駅、東口停留所がある。阪急バス2020年7月19日までは鹿島、1000、同10月4日までは、坂北線と夜中、美濃方面の系統も運行していた。大阪式バス1955から1959年頃の、駅の乗車案内。現二番線側。年月。 近畿地方交通審議会答申第8号で大阪市営地下鉄四つ橋線の当駅までの延伸が京阪新県において中長期的に望まれる鉄道ネットワークを構成する新たな路線として盛り込まれている。2007年8月より国土交通省を中心として2週目だ13連絡線のワーキンググループが発足2008年4月に 速達性向上施策における事業スキームの検討に関する調査結果2週目だ。13連絡線の事業、実現化方策にかかる深度化調査が発表された。整備主体は公的セクター、運行主体は大阪市交通局と阪急電鉄が有力である。なお、計画では、淀川をシールドトンネルで横断することから、当駅は地下に設置され、 建設費の関係から、阪急各線とは当駅で乗り換えとなる。これに伴い、1961年に、鉄道事業免許を取得しながらも、長らく未着手であった、阪急新大阪連絡線のうち、免許が失効していない13駅から、新大阪駅間間を、2周目だ、13連絡線と一体で整備することが、検討されている。二千十七年三月に、 報道各社により何は筋線建設について関係機関の合意がなされたとの報道があったがその中で阪急が東駅北梅田駅間に狂気の新線を建設して何は筋線に乗り入れるとの構想が明らかになった一方乗り入れではなく北梅田駅で乗り換えとする案があることも報じられている同年5月23日付で発表された文書内で 新路線の名称を明確に、何は筋連絡線と称しており、明日ともに、何は筋連絡線計画が復活した形となった。ただ、同年5月25日付の取材記事によると、大阪市は、調査検討では、2週目だ、13連絡線との比較検討も行うことになるだろうと言い、完全に消滅したわけではないようだとしており、 2017年5月の時点では構想としては、両者が並行して存在している。阪急阪神ホールディングスは、東駅と JR 新大阪駅を結ぶ、新大阪駅連絡線の実現を2025年度までの長期計画に盛り込んだと報道された。注釈出店ありがとうございます。